むかしむかし、ある海のほとりの小さな小屋に釣り人とその妻が暮らしていました。釣り人は毎日釣り竿を手に海岸へ釣りに出かけます。彼はそんな暮らしに満足していましたが、妻は彼ほどは満足していませんでした。はあ、なんてむさ苦しい家なのかしら。部屋はそこら中カビ臭いし、掃除ばかりで嫌になっちゃうわ。釣り人は妻を心から愛していましたが、どれだけ尽くしても妻は満足しませんでした。魚を釣って帰るとカニが欲しいと言い、リンゴを持って帰ると梨がいいと言います。ある日、いつものように海岸にやってきました。釣り針を海へと投げ入れ、魚がかかるのを待ちます。数時間待ち続け、やっと当たりがありました。あ、魚がかかったぞ。おお、引きが強いぞ。これは大物に違いない。釣り糸を巻いて巻いて巻いて、そしてついに生きのいい魚を釣り上げました。驚いたことに魚はキラキラと輝いていました。深い海からついに僕を釣り上げたね。え、魚が喋ったぞ。夢でも見てるのか。夢なんかじゃないよ。聞いてよ、僕は王子なんだ。邪悪な魔法をかけられてるんだ。そんな冗談だろう。お願いだから僕を殺さないで。もし願い事があるなら僕が叶えてあげるよ。もちろんその必要はないよ。話をする魚なんて初めて見たよ。釣り針を取ってあげるから海に帰っていいよ。興奮も冷めやらぬまま家へと戻ります。あら、帰りが早いわね。今日は釣れなかったの？果物くらい取ってきてよ。いや、それが魚は釣れたんだ。でも。でも？魚が喋ったんだ。自分は王子だって言うんだ。え？そしてどうしたの？そしたら願い事をしろって言うんだ。でも気が動転してたから海に返してしまったんだよ。魔法の魚を見つけたのに何ももらわずに逃がしたってこと？信じられないわ。命を助けたのにもらえるものももらわないなんて。家が欲しいわ。魚を見つけ出して私を幸せにしてよ。釣り人は妻の願いを断れず海岸に戻ります。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ。大きな海から出てきておくれ、魚の王子。すると魚が現れます。望みは何だい？教えて。実はわしの妻なんだ。幸せじゃないから新しい家が欲しいと言うんだ。家に帰ったら新しくなっているよ。慌てて家に帰ると、妻は新しい家の前で手を振っていました。家の中も新しい家具が並び、どこもかしこもピカピカです。ああ、あなた、小さな家ではなく、こんな家に住みたかったのよ。新しくてピカピカだわ。ああ、そうだな。これでこの家で幸せに暮らせるだろう。そんなこと私たちにはわからないわ。その夜、妻は眠れませんでした。朝になるとすぐ妻は新しい願い事があると言い出します。あなた、この家は小さすぎると思うの。もっと大きい家が欲しいわ。宮殿なんかもいいわね。え？王妃になりたいの。わかるでしょ？今すぐ魚にお願いしてくるのよ。こうしてしぶしぶ海岸へと向かいます。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ。大きな海から出てきておくれ、魚の王子。妻は幸せじゃないと言うんだ。なぜだい？
宮殿が欲しいと言うんだ。家に帰ったら宮殿で暮らしているよ。そうして家に帰ると、そこには大きな宮殿が建っていました。そして妻は立派な玉座に腰掛けていました。なんてことだ、王妃になってるじゃないか。そうよ。これで満足かい？いいえ、私は女王になりたいの。王妃じゃ物足りないわ。え、魚が君を女王にできるわけないだろう。それは魚が決めることでしょ。いいから早く私を女王にするようにお願いするのよ。そうしてまたしぶしぶ海岸へと向かいます。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ、大きな海から出てきておくれ、魚の王子。まだ満足してくれないんだ。じゃあ今度は何を望んでるんだい？それが女王になりたいと言うんだ。家に帰ったら彼女は女王になってるよ。そうして走って家に帰ります。信じられません、宮殿はさらに大きくなっていたのです。入り口には門番も立っていました。一方、釣り人の妻はさらに豪華な女王の玉座に座っていました。おお、なんてことだ、本当に女王になってるじゃないか。そうよ。これで満足かい？わからないわ。また後で話しましょう。今日は疲れたからもう寝ましょう。二人はベッドに入ります。妻がこれ以上何も欲しがらないようにと祈りながら眠りにつきます。一方、妻は眠ることができません。一晩中魚へのお願い事を考えていました。一週間が過ぎ、妻は夫を呼び出すとさらなる願い事を伝えます。ねえあなた、時間は過ぎていくばかり。私、時間をコントロールしたいの。あの雲の上で暮らし、太陽と月を支配するの。何を言ってるんだ、なぜそんなものが欲しいんだ。これだけの富にも満足できないのか。私を幸せにしたいなら、今すぐ魚に私の願いを叶えさせるのよ。これ以上は無理だ、いい加減にしてくれよ。でも私を幸せにしたいでしょ。無謀な願いだと分かっていましたが、妻を満足させるため海岸へと向かいます。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ、大きな海から出てきておくれ、魚の王子。まだ満足してくれないんだ。それは残念だね。何を望んでるんだい？時間をコントロールしたいと言うんだ。雲の上で月と太陽を支配したいと言って聞かないんだ。わかったよ。君が帰ったら彼女は望んだものを手に入れてるよ。そうして走って家に帰ってみると、妻だけでなく宮殿も消えていました。空を見上げると雲は遥か彼方にあります。おい、どこに行ったんだ、頼むから返事をしてくれ。そして大慌てで海岸へ向かうと、魚の王子を呼びます。王子、王子、魚の王子、大きな願いに応じておくれ、大きな海から出てきておくれ、魚の王子。わしの妻はどうなったんだ。願いを叶えただけだよ。雲の上で時間を支配するのをやめちゃったから、君にも見えないし、彼女から君も見えないよ。ああ、魚の王子。わしは自分の願いを一度も口にしたことがなかった。いつも妻の望みばかりだったんだ。お願いだ、妻を家に帰してくれ。君の言う通りだ。君の望みは何？妻がいつもそばにいて幸せであること、
これが望みだ。わかったよ。家に帰ったら幸せな彼女が待っているよ。そして大喜びで家へと戻ります。その光景を見て驚きます。妻はあの小さな小屋の前に立っていました。すべてが元通りです。ああ、あなた、私はどれだけ恵まれていたか気づいたわ。このかわいい小さな家でもあなたが一緒なら幸せよ。ああ、よかった。もうどこにも行かないでくれよ。それからというもの、妻は小さなことにも幸せを見出せるようになりました。そして2人は毎日おいしい食事に恵まれ、末永く幸せに暮らしました。